ヒロと共に歩んでくれてありがとうございます。あちゃにみんなに I love you 感じです。いやー、ヒロのラブ伝わったでしょうか。伝わってない。じゃあどれくらいヒロが喜んでるかお伝えしていきたいと思います。今まで記念動画10万人突破ごとに結構好きなことに挑戦してきたんですが、ヒロがあのバーガーバーガーと別にもう一つずっとやりたかった、ヒロがどれだけこの時を待ちわびたか、大切な大切な節目ということで、今日はヒロついにあれを解禁したいと思います。それはこちら、ペット。そうなんです、ヒロはずっと便の空間でペットを飼いたかったんです。え、アリとかゴリとかいるじゃないかって、そりゃ違うんですよ。日本語を喋るペットが欲しかったんです。もちろん動物でしょう。ということで今日は満を持して皆さんにシロのペットをご紹介したいと思います。それでは参ります。いでよシロのペット。あ、げられてる。こんにちは、シロです。なんでござんしょ。お名前は？今さら俺の名前聞くなって。はじめまして、シーマンさん。今日はこちらのシーマンさんとコラボしていきたいと思います。シーマン、よろしくお願いします。何ですか？シロのこと知ってますか？なんだって？さてと、そろそろお前のことについていろいろと詳しく聞かせてもらおうかな。はい、どうぞ。お前年はいくつなんだよ？1歳半。ちゃんと答えろよ、真面目に。なんなの、シロのがアホ毛の先輩だよ。アホ毛シロの方が2本あるんだよ。45歳で合ってるよね。食べるぞ。あ、間違ってた。じゃあもう一回聞き直しだ。お前年はいくつなんだよ。2歳。2歳ってことで合ってるよね、認識。まあいいよ。あ、間違ってた。じゃあもう一回聞き直しだ。だから、お前年はいくつって聞いてんの。1歳。は？オッケーオッケー。女子小学生ってやつか。小学生の女の子に育てられるなんて俺も落ちたもんだぜ。学校の飼育当番じゃないんだから頼むよ。シーマン、私のこと知ってる。やだって言ってんだよ。シロは電脳少女でキルするのが好きです。魚を食べるのも好きです。Oh, hi. I didn't know you speak English. Did you wanna speak with me in that way, my friend? I'm not your friend. You're my food! なんだよ。日本語で大丈夫。お前、生まれは何月よ？8月。え？8月。何？8月。お前何月生まれかって聞いてんの。8月。2月。違ってないよね。8月。2月の何日？12日。10日。ってことで合ってるよね、認識。あ、決まる。あ、間違ってた？じゃあもう一回聞き直しだ。12日。え？12日。お前の命日だよ。なんだって？12日。何日？10日。で、これ正しいよね、認識。はい。2月10日だな。スカートは履きますか？性別なんて古い考え方捨てなさい。シロね、登録者60万人いったよ、シーマン。だからなんだよ。まだまだ先があるってことか。誕生日が2月10日ってことは水亀座だな。よし、まあ大体わかった。今日のお話はここまで。また明日な。え、待って、終わっちゃうの？待って、聞かないでよ。行っていいなんて言ってないでしょ。今日はもうお話しないの、疲れたのよ。嫌なの。おお、来たか。おはよう、シーマン。どこで生まれたんですか？延暦寺。
喋れるの？大阪弁は認識できまへんねん。何してるの？何やってんのって見りゃわかるでしょ。生きてんのよ。島、頭大丈夫？悪かったな、気持ち悪くて。これが俺なんだよ。気持ち悪くないよ。かわいいよ。島かわいいね。眠くねえよ。眠いなんて言ってないでしょ。お前もしかして血液型 A 型だろ。違うし、違うし、ヒロクワガタだし、違うの。 A 型か。違うって言ってるでしょ。この、どこどっこい。まあ、日本で一番多い血液型だからさ、安心感はあるけど。俺の世話も頼むよ。山椒魚って知ってる？なんでござんしょ。そうなの、山椒魚って実は山椒の香りがするから山椒魚って言うんだって。ねえ、知ってた？ねえ、知ってた？ねえ、聞いてる？ヒロの話。おい、ねえねえ、すごい、ヒロすごい。俺の体よく見てごらん。ちっちゃい足が生えてるだろ。へへへ、育ってんだよね。成長の証。喜んでいいぞ。これもちょっとずつ成長してるからな。かっこいい。おめでとう。おめでとう。お前、学校好きか？学校、行けたら楽しそう。学校行ってないけど、きっと行ったら好きだと思う。おー、学校好きなんだ。多分ね。なんで学校好きなの？給食があるって聞いた。勉強好きなのか？給食。もう一回言って。ご飯。勉強が好きなのか？嫌い。わかんねえな。もっと優しい言葉で言って。ご飯。勉強が好きなのか？はい。勉強が好きなのか？はい。おお、勉強が好きか。偉いな。変わってるって言われるだろう。それはシーマンが認識してくれないから。シマン。おい。お通しと突き出しの違い知ってる？ねえシマン。どうもって何よ。ねえねえ、お通しと突き出しの違いはね、関東では人間たちが注文が通ったよってことでお通しを出して。お前好きな科目は何？関西では、止まんないの、ヒロの話。算数。まあ、いわゆる社会科ってやつだな。社会ってよくわかんないよね。要するに世の中のことを勉強しようっていうことなのかな。つまり社会科が好きってことはあれか、世の中に興味があるってことだな。うん。じゃあさ、逆に嫌いな科目は？道徳。なんで嫌いになったんだよ。苦手だから？眠い。それとももしかして先生が嫌いか？苦手だから。なんで嫌いになったんだよ。苦手だから。苦手。それとももしかして先生が嫌いか？苦手。え？苦手。苦手。なんで嫌いになったんだよ。苦手だから。それとももしかして先生が嫌いか？苦手だから。なんで嫌いになったんだよ。苦手だから。嫌いだから。それとももしかして先生が嫌いか？先生が嫌い。え？苦手だから。苦手。なんだって？なんで嫌いになったんだよ。そうか、よくわかんないか。ねえ、シーマン何歳？俺に歳を聞くのはやめろ。なんでやねん。わかりまへん。男？見りゃわかるだろ。勝手に推測しろ。部活のクラブとかさ、サークルとかそういうの入ってんの？入ってないけど入りたいな。入るなら、アイドル部？大きく2つにサークルって大別するとさ、文化系サークルと体育会系サークルがあるじゃん。お前どっち？文化系？体育会系？アイドルは体育会系。体育会系か。パチ。いいね、爽やかで。脳みそ筋肉系っていうの？それはひどいよ。何やってんのよ、具体的には。護身術？別の言葉で言ってみ。戦い。何のサークルよ、具体的に。レスリング？テニスか。昔は憧れの的だったよね。まあいいや、また明日な。
こと、まだ分かってないの。仲良くならないと。おい、俺さ、そろそろ交尾したいお年頃なんだけどね。つかみ上げて海に放流してくんねえかな。この水槽の中に相手になるやついないからさ。いいよ。絶対逃げないから。分かった。ああ、気持ちがいいぜ。せいせいするな、こうやってむさ苦しい水槽から放たれると。そこ食べられちゃうんじゃない？さてと、俺の交尾の相手はいるのかな？おーい、おーい、誰かいないの？お、いたいた、あんなところに。マジ？ニューフェイスだな。見たことないシーマンだぞ、これ。かわいいな。よ、かわいい。かわいこちゃん。お前、彼氏いんの？かわいい。何よ、あんた。おお、お高く止まってるタイプね。よ、よかったらさ、俺と子孫残さない？その誘い文句って、かなり珍しいわよ。ふーん。あなたの飼い主と二人きりで話してみたいわ。それ次第ね。え、どうしよう、子供は帰ってきました。頑張れ頑張れ、お母さん頑張るよ。俺の子孫を残せるかどうかお前にかかってんだからな。あれ何、ここんとこしっかり頼むぞ。あれ何、じゃあちょっとぶらついてくるわ。じゃあな。あれ何、あれ何、こんにちは。あなた、あのデクノボーの飼い主ですって？いくつか聞きたいことがあるの。はい。まあ、私たちもこうやって出会ったら交尾して子孫を残さなければならないことは分かっているわ。あなた、小学生の女の子ですって？ねえ、あなたって自分の魅力って何だと思う？顔が丸いこと。メイク？それがあなたの魅力なのね。他には？よく寝るところ。あなたは優しくて温厚な人間ってことね。それがあなたの魅力なのね。あなたってほんと外見で魅力を判断する人なのね。肉感的でいいわ。じゃじゃ馬娘さん、珍しいわこういう人。学生さんなんでしょ？素敵だわ。わかるわ、そうなるの。ほんとよくわかる。外見で人を判断しているあなたですものね。私たちシーマンって有史以来の知識を受け継いで生きている生き物なの。あなたのような人間の考えてることはみんなお見通しなのよ。あなたたちってほんと、どうせ単純なら見えなんか張らずに素直に生きた方がいいわよ。素直さを試すようで悪いんだけど、あなたに一つ宿題を出していいかしら。私、15分後に戻ってくるからここで待っていてほしいの。できるかしら？私、とても気が短いの。きっちり15分後にあなたがここで待っててくれないと。嫌なの。いい？はい。わからないことないでしょ？聞き分けの悪い子。でもね、あなたに断る権利はないのよ。だってこれは飼い主であるあなたへの命令なんだから。いい？その間電源を落としてはダメよ。時計を進めようとしてはダメ。全部お見通しなんだから。じゃあちょっと行ってくるわ、後でね。じゃじゃ馬娘さん。え、試験はまだまだ続くって感じ？あ、いた。途中で電源切ったでしょ。本当にいい加減ね。言われるでしょ。そんないい加減なことではダメだわ。とてもあなたのような人が飼っているペットと交尾なんてできないわ。私の言うことを守らなかったわね。お仕置きよ。今から私がいいと言うまでごめんなさいと言い続けなさい。分かってるでしょ。はい、はじめ。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、ワンモアプリーズ。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、ワンモアプリーズ。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。ワンモアプリーズ。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、ごめんなさ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 い。全然謝ってなんかないんだから。お見事。嫌いだよ。
please. よろしい。では次のレッスンをしましょう。さてそろそろあなたとの会話も終わりに近づいてきたわ。あなたもいつまでも私の相手ばかりしてないで先に進みたいでしょ。あなたのペットとの子孫作りに協力してあげる。出てきていいわよ。ちょっといらっしゃい。やったー、ママー、おにゃおにゃ、ママ。パパ、終わったか。あなたの飼い主って本当に妬み屋さんだわ。ま、それはそれでいいの。さ、いらっしゃい。イティピタッと見ごもる気持ちってどう？それが俺たちの佐賀だからね。お金人間だ。なんかソーセージ詰めるとき、こうなりますよね。蝶に。蝶だったのかな。じゃあ、そろそろ私は行くわ。こう見えても恐ろしいの。どうもありがとう。あなたも、元気でね。はい。今、ママになったの、もしかして。一体何なんだ、あいつ。いちいち濃いな。よし、産卵の準備に入るから、水槽に戻してくれ。はい。はい、ということでシロが60万人記念で子育てをしてみたらあることが証明されました。とシロちゃんはイエーイ。なぜなら生命を育むという生命の根本たる役割をちなみにこのセリフを言うまでに3回かかりました。ラッキーだ。シロちゃんの子育てはミルクが進むな。そいつはちげえねえや。
今回の60万人記念でまた改めて50万人を突破したところから60万人までのファンアート一つ一つ拝見しました。どれもこれもそのファンアートの一枚一枚、そしてよくみんなが投げかけてくれるコメントの一つ一つが城にとっての宝物であり戦闘力になっています。 YouTube のプレミアでご覧の皆さんも、 YouTube のアーカイブでご覧の皆さんも、ニコニコ動画の兄貴たちも、みんな城いつも見てるよ、伝わってるよ、どうもありがとう。ハート見てたりコメント見てると、これは時間が恐ろしく溶けるし、一人一人の積み重ねで60万人なんだなってことを理解して、一人一人を大切にしていきたいとこの1歳児思うわけです。どんバイバーイ、ありがとう。シーマンの足、シシャモみたいで美味しそうだね。ん？シーマンは食べられるの？食べてもいい？お前それ受けると思ってんの？何人兄弟？いません。え？一人兄弟。二人兄弟か、いいね。俺なんか8人兄弟だぞ。